そうそうそう、だからいろんな時代が相まって現場の人数が減った。そうだね、全然これ大きいよね、全然違うね、うん、でまあプラスさっきも言ったようにそのコロナのあれのおかげで、うん、まあ、現場にそもそも人を入れなくなったから、逆に本当に、まあ、いつ収束するか分かんないけどね、うん、完全にじゃあ収束しました、それこそインフルエンザ並みのものになっても当たり前になりました、うん、元のやり方に戻しますってなった時、ね、この期間にデビューした人って大変じゃないかなって思ってるの私。そうだよね、だって誰もいない一人の空間とかで撮ることに慣れちゃってるから、え、マイクワークとか大丈夫ってもうそこだよね。あとだって、ま、自分の後ろにベテランとかがさ、そういて、あの圧ね。それ私たちがきっとさもう年代的には圧をかける立場だろうけど、うん、圧を受けながらでもそれでもさいいもの出さなきゃダメじゃん、うん、その中でも先輩に対してのマイクワークの気遣いプラス、うん、でも自分のお芝居もちゃんとやらなきゃいけないみたいな、考えるとさ今の若い人ってさ、うん、注意してもらえる人がいないんだね。そうなの、だからそこさっきのにさ、うん、話がこう戻るというかつながるんだけど、うん、私さ嫌いだったのその旅行とかって、うんうん、陰キャだし、うんうん、なんかそもそもやっぱ口下手っていうかさ、うんうん、人見知りするから、うん、そんな人と一泊旅行とかもう、うんうん、ちょっと無理って思って本当にこの習慣しんどいなって思ってたんだけど、うん、今思うと結局そこでコミュニケーションを図るから、うん、その人となりも見えるし、うんうん、あこういう考えの先輩なんだとか、うん、あと現場では直接言えないとかこう直接言ったら、うんうん、あのなんかいじめに見られるから、うん、今だから言うけど本当はこうしちゃいけないんだよみたいなことも教えて入ると、うんうん、教えてくれたりする先輩とかっているじゃん。いたいたいた、まあ、それをありがた迷惑って考えるのか、あの、うん、やったそういうこと聞けたって考えられるのかはその人の気の持ちようだから、うん、それはもうなんかこうなんていうのその人それぞれなんだけど、うんうん、私はやっぱり教えてくれた方が後々自分が恥をかかなくて済むし、うん、すごいありがたいと思うから、うん、今思うと ああいう旅行って意味あったんだなって思えるように、うんうん、まあでもほら経験したからそう思えるんであって、今いきなりそこにやっぱり新人の状態で放り込まれたら辛いわってなるかもしれないけど、うん、そうね、そうだからなんかそのさっき香織ちゃんが言ったように教えてくれる人もいなくなったし教えてもらえる機会もなくなっちゃったから、確かにそうか、だやっぱさ私は結構現場でデビューが早かったから、うんうんうん、年がね、うん、中学生ね、うん、だからみんななんだろうな一緒にやってる人たちが年上の人が多かったからさ、うんうんうん、だからやっぱ旅行とかご飯、あの、うん、終わった後のご飯会、飲み会、ね、うん、飲み会ご飯会とか、うん、人見知りだから本当に行くのが辛くてしょうがなかったの。辛いよねあれ、私もそうだった。なんだろうで、まあ、学生だったし、うん、学校行きながら仕事してたから、うん、毎回はやっぱりもう体力的にも、うんまあ、行ければ行けたんだろうけど、うん、まあちょっと人見知りもあって、でもまあ何回かに1回とかを顔出してたりとかしたんだけど、うん、やっぱ今思うとそこの現場で先輩たちが話してきてたこととかを聞いてるだけでも、うん、あそういうことだったんだとか思うし、うん、いろんな考え持ってる人がさ、うん、集まってなんかさこの職業難しいなって思うのはあの、まあ、芸術関係全部そうなんだけど、うん、答えないじゃん。ないあの絶対こうっていう芝居論理っていうか芝居のさ、うん、あの考え方も一つじゃないじゃん答えが、うん、だから逆にいろんな考え方の、うん、こういう考え方もあるんだ、うん、こういう感じ方あるんだって、うん、それって人に聞かなきゃわからないことなんだけど、分からないよね、だからさそれこそ本当に数学みたいに、うん、もう1たす1は2なんですよみたいな、うん、簡単な答えが1個だったら正直そういう回もいらないと思うんだけど結局そうじゃないからいろんなパターンのあこういう時こうされたらこう思う人がいるんだっていう、うん、いろんなパターンを自分の中に入れておかないと、うん、どこでなんかそれがこうさ、うん、なんかこう、そうね、うん、人との付き合いで生かせるのか、うん、または生かされないのかっていうのはさあるね。あとやっぱ旅行とかに行った人とかって、うん、その後レギュラーが何年も一緒にならなくても、うん、それで久々にまた現場が一緒になった時にただ現場だけで終わった人と、うん、一回その作品絡みで旅行に行ってた人って、うん、久しぶりに会った時にすごいなんだろう距離感がやっぱ変わるよね、うん、あ、うん、お久しぶりですって行けるし向こうなんだろうもう
私のことなんか覚え現場で一緒ぐらいだったら覚えてないかなとかって思ってても、向こうも、うん、あ、香織ちゃん元気大きくなったねとかって来てくれるし、うん、現場だけで一緒だと本当に休憩時間ちょっと話しただけだと何年か空いて久しぶりに会った時にどんな距離感で行けばいいのかがちょっと迷う時が、そう、私迷った結果いつもやってんのは初めましてっていうことにして、それはダメだよあの、あ、違う、あの先輩は覚えてるよ、ああびっくりした、うん、先輩が覚えてるよ、てか先輩が私のことを忘れてるのは当然だと思ってるし、うん、私は覚えてるからいいんだけど、そうじゃなくて私より後輩の人、あ、まあ、なんか気使われちゃうかなって思って、だから香織ちゃんが今まさに言ってたことだよね、うん、私のことなんて覚えてないだろうなって、うん、あの多分向こうもそういう対応だから分かんない、本当に忘れられてんのかもしれないけど、向こうもね初めましてってやっぱり来るんだよね、もうあ心の中で覚えてるんだよ私、いやこの子絶対合ってるんだよな、この私のポンコツな脳みそでも覚えてるぞってなるんだけど、いや合ってるよって言ったらそれはそれでさ、ね、もうプレッシャーじゃん、先輩覚えてたのに忘れてる私みたいな、うん、もうさ、ね、そう変な圧力かけちゃうのもなって思ったから、もう一律に後輩には、うん、もうはあの初めましてって言われたら、あ、初めましてってさらっとでももうそうなっちゃうの、関係が希薄だから そうせざるを得ないというか、だからやっぱり今でも過去に出演した作品とかで、うん、特に印象に残ってるっていうと、うん、やっぱり作品のキャストのチームワークとかが良かったりとか、うんうん、スタッフさんとやっぱ密にあれが連携が取れてた現場とかってすごいいい印象で残っ、そうだよね、うんうん、残ってるなって思う。だからさ、作品とともに他のことでも印象に残るんだよね、うんうん、そうだね、うん、だからまあ昔と違ってって言ったら、まあ全部そう、私たちが新人の頃にすでにそうだったけど、ね、ワンクール放送が増えちゃったんだよね、あの ね、それまではフォークールとか下手すると1年2年3年って続くような、うんうん、あの長編アニメを作ることができてたんだけど、うん、作品もね絞って少なかったし、うんうん、だけど今はワンクールが基本で、そっから売れれば2クール3クール4クールでもやっぱり間が空くんだよね、1年経って第2期とかでしょ、うんうん、そうだね、だからこう続いてポン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 ってコンスタントに作れないから、うん、まあそれはもうしょうがない事情、うんうん、だって経済の状況も全然違うし、そうだね、うん、それこそバブルの時にそれこそ4クールとか作ってたんだろうし、うん、違うんだよね、もう経済状況も全然、昔ってそう考えるとさ、イベントとかで全国とか行ったよね、アニメの、そう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 、だからそういうこともあったじゃん、全然平気で全国に渡り歩くこともできたし、販促販売促進みたいのとかで、うん、そうそうそう、作品のやつとかで本当すごい全国いろんなとこ行かせてもらったな、だってお金が潤沢だったもん、だからそこがもう違う、そうだよね、だから私だって新人の時にすでに先輩にあの、うん、あれ言われたのが、かわいそうだな、あなたたち制作のお金がもう割けないから、うん、全然続かないわよね、印象に残るアニメに出れないって言われた、あの悪口じゃないよ、うんうん、その先輩は本当に、うん、あのそういう作品がだから減っちゃってかわいそうだよねって、印象に残りにくいから、なんかその主役をいくらやってもその主役が心に残ってないって言われたことがあって、あ確かに自分がちっちゃい頃アニメをちっちゃい頃見てた時はそれこそフォークルどころか2年3年同じタイトルでやってたね、うん、やってたじゃない、だからそういうのが消えちゃ、私たちが新人の頃でも消えてたのに、そうだね、うん、今やもうワンクールが普通でしょ、普通だね、うん、それでタイトルだけこうたくさんあるけど、うん、そのタイトルがさ心に残るかどうかってやっぱりどれだけヒットするかどうかっていうのに比例するから、ね、もう声優さんの力だけじゃどうしようもないところはある、もともとね注目されてる原作とか、うん、まあ、他のね負荷が つけば、まあ、もちろんそれは話題にはなるけど、ね、でしかもほら作ってる私たちもスタッフさん含めて何が当たるか分かんないから、かい、ね、あこれ当たるんだみたいなね、よくねそういうこれは全然いい作品なのに、なのに全然いかなかったねっていうのもあるし、逆もあるから、そうだよね、うん、すごくね今回超真面目に話してない、うん、でもなんか仕事の内容もさそうだしさ、うん、やり方って言えばさゲームが、うん、あのコンシューマーしか私たちで取ってこなかったのに、今やほらあの、うん、このアプリでいわゆるソシャゲがさ出てきた頃からさゲームの取り方も変わったよね、
だってコンシューマーっていうのはそれこそさ、うん、一つのタイトルをさ一気に取っちゃうじゃん、うん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 、そのだってコンシューマーの一本分取るから、うんうん、だから台本もさ3000ページとか4000ページとか、ね、あの量のシナリオがあって、うん、それをそれこそ1週間2週間かけて前、うん、もう1日おきとかにさ、うんうん、何時間かけて取って、うんうん、でそれが1年2年かかってようやく完成してコンシューマー一本できましたみたいな時代だったんじゃないかね、うん、私たちの初期の方は、ね、うん、でも後半になるにつれそのソシャゲアプリゲームが流行って、うん、そうするとアプリゲームってほんとペラ1枚2枚の紙の台本を1年に1回、うんうん、あのその全ての1年分の取ってそう1年分のなんかこうイベントのセリフを取って、うん、ああそうだね、うん、でまた1年後に呼ばれてそうだね追加追加ってそう追加追加でもその追加追加もそのアプリが終了してなければ、うん、の話だもんそうそうそうだからそのアプリのゲームが2年ぐらいで終わっちゃえば、うん、2年分だから2回分1年に1回呼ばれてたのが2回分はやったけど、うんね、あれ3年分呼ばれてないなって思って調べたら終わってたみたいなそう考えるとさ台本もデータで来るようになったよね、うん、そうな の, あのペラで来るからなんていうのデータで済んじゃうんだよね私はまだ紙で印刷してやってるけど、うんうん、もう人によっては iPad で iPad でねやるよねあと昔だってさ現場のさ地図とかってさ、うんうんファックスで来てたりとかさ、うん、まあでも私も未だに紙でもらうけど怖いからあ本当、うん、もうフリーになってから全部 データで来て、うん、自分で必要なものだけ紙でプリントアウトして、うんうん、でも紙でプリントアウトしてプリントアウトしちゃうとどうしても、ね、しちゃうよねそうアナログ人間だからなんか紙でだから万が一のことを考えてそうなのそうなのって思っちゃうけどでも昔ってファックスだったし台本とかももうなんだろうちょっとした枚数のやつとかでも事務所に取りに、うん、取りに行かなきゃいけなかったしだから変わって便利にはなったよね便利になった人に会わなくて済むようになったよねそういう意味でも喋りすぎた便利になったちょっと待って喋りすぎてむせないで声優あるまじきみたいなやばいよそうそう便利になった便利になっただからなんかなん、ねうん、オーディションとかも本当ペラ1枚だったらもうデータで送られてきて、うん、そうだね、うん、あだってオーディションテープ前はさオーディションテープの場合さテープオーディション事務所とかで撮ってもらったりとかしてたけど、うん、あマイフォンでいいんで軽く声撮って送ってくださいみたいなとかも あるんだ、うん、うちでも結局、うんまあ、うちの事務所の機材がいいからか結局は事務所に行かされる iPhone とかでいいですみたいなでも確かに今 iPhone の性能 ね、うん、だってこれも言うたらこれも iPhone で撮ってるから、ね、できるからね、うん、コロナで多分宅録設備が ねみんな多分すごくなってる人増えてるから、ね、よりそういうのは増えるよね増えるよね今後もそこは変わんないだろうね、うん、でもセルフでディレクションしなきゃいけないから宅録って本当に差が出るよねいやそうだよだってさ私たちさだからつまりはディレクションの能力って普通はないわけじゃん、うん、自分の自己満でしょ、うん、あれ自分でセルフで撮ってる場合は自分で聞いて聞いてここはこうした方がいいかなっていうのも全部、うん、アフレコとかに行ってさ自分でいいかなと思ってやってもさ、うん、もっとこういうっていう演出とかをディレクションしてもらって変わるから、ね、変わるじゃん自分でさいいかなって思った方と大抵通らないしね、うんあ全然良くないんだこれっていう。そうそうだから大変だよね宅録ってね。いやあのね言ってたなんかねその宅録でなんか仕事をその受け負ったあの仕事関係の人と喋るじゃない。だから、ね、すごいみんな下手くそになるって言ってた。自分でディレクションして自分で自己満足したものを送ってくるからどんどん下手くそになってる。ああ、うん、そうだよね。だって他の人の意見が入らないんだもん。うん、で。難しいね。そうそうそう、だから、うん、ある意味今からデビューする人とかは大変だよね。いや大変だね、うん、自分でいっぱいできなきゃいけないし、そうそう、そうだから本当にいつになるか分かんないけど元のいつになるか分からないし、うん、元のやり方に戻るかどうかもちょっと分からないけど、うん、このままだとね、うん、もうずっとこういうスタンスでやっちゃうのかもしれないけど、うん、そっちの方が楽かもしれないもん、ね、うん、そうみんな結局スタッフさんからしていやこの方が楽じゃないですかってなったらこれが主流になっちゃうかもしれないけど、みんなで集まるより効率いいしってなっちゃうよね、うん、まあみんなプロだからね声が入ってなくてもなんとなくでなんとなくなものはできちゃうからさでもそれが経験しないでそうなの、なった子はすごいね、そういきなり元に戻った時にどうするのかなってしかも今やさその飲み会とかもしなくて教えてくれる先輩もいないわけじゃん、うん、どうすんのかなってちょっとなんか思うよねてか私が新人だったらちょっとあの不安に思ってただろうなっ
ていうことかな。まあ分かんない、今の新人の子は前もね、かおりちゃんと前回も言ったけど器用な子多いから、うん、まあそんなにね大ポカはしないんだろうけど、うん、その辺はちょっと難しいなって思うよね、いろいろ変わって。どうなるんだろうね、うん、って感じです、うんうん、まあだいぶやり方は変わりましたよっていう話ですよね。そうだね、全然違いますだね、うんうん、はい、ということで、じゃあでもあのね30分近く喋ってるまあ切るからちょっとわからないけど、うんうん、ということでじゃあ今日のね、はい、この質問はここまでにしたいと思います。また聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。